後で確認をしてください。四角三番のカッコ1、一番左下のここね、カッコ1はウです。で、カッコ2の X はミンです。ミン。Y は朝鮮。Z は琉球王国。X がミンで、Y が朝鮮。Z が琉球王国。じゃあ、カッコ3番は原稿ですね。原稿は漢字気をつけてください。こうやけん。じゃあ、カッコ4番、御家人。カッコ4番、御家人。御家人を漢字発表してください。御の字ね、御家人。じゃあ、カッコ5番、後醍醐天皇です。お漢字書いてほしいってことあるよね。そっちの方が早いです。答えちゃうわ。答えだけど、漢字大丈夫ですか？歴史上の人物を出す。ちゃんと見よう。後醍醐天皇は後ろに、吉見ちゃん。吉見ちゃん。こうね、そうそう、竹みたいですね。後醍醐。天皇はいいね。天皇は後醍醐天皇。で、カッコ6は京都府です。京都府。京都は京都で、奈良、大阪、京都。いや、府がめっちゃありあったじゃん。府はこれね、大阪県がとかわからなかったじゃん。あ、そうだよ。じゃあ、カッコ7番、足利義満です。吉松さんでした。あー、吉松さん、慶応を悪くしたら吉松さん、吉松さん、あと5は吉松さん。で、カッコ8番の丸1、漢語です。漢語、あの札の名前ね。札の名前やと問題がちょっと、韓国今日間違った名前。じゃあ、丸二いきます。これ、丸二は記述ね。まず先に言います。和光と正式な貿易船とを区別するためです。結構、同じような感じだったらいいです。和光と、できれば和光って書いてほしいけど、ね、海賊船とかでもいいし、いいのかな、ちょっとダメかもしれないけど。和光と、正式な貿易船、できれば和光でお待ちください。正式な貿易船を区別するため、最後ためっていうのはちゃんと書いてあります。区別貿易船と区別するため、何のためですか。じゃあ丸三番、同点。同点、銅の小銭の出る防衛のあれや、はい、よかっこいい。じゃあカッコいいですか。カッコ9番は下克上です。下克上、下克上はなんか結構いびつけ感じのミスト。じゃあ、四角4番のカッコ1、戦国大名。戦国大名。では、漢字。大名は、大名。大名。はい。じゃあ、カッコ2番は、これ長州です。長州は、はい、はい、どうぞ。長州で、カッコ3の丸1は立候補一揆。立候補一揆がね、ちょっとなかなか立候補一揆で、丸2番が A です。丸2番は A。 長州、カッコ3の丸1が一個一気、カッコ2、カッコ3の丸2が A かな。じゃあカッコ4の丸1、カッコ4の丸1は、そう。は？あー、もうそう。武装地かいな。これ、あの、団体の名前かなんか。団体っていうか、商工業者。じゃあ、丸2番。これ、父、あ、父っていうか、どい？こっちに1個行きたい。逆やったらやで。じゃあ、丸3番いきます。丸3番、これ、あれじゃないだろう。借金を帳消しする。特性で、違う、特性でじゃない。借金を帳消しする。どういうやつ、これ。求めたやつ、借金を帳消しする。そう、合ってます。借金の取り消しを求めた。あ、これ文章から読み取りなさい。借金の。
取り消し求めた。はい、下にします。じゃあ、四角5番いきます。のカッコ1の1、ローマ数字の1はウです。で、2が、3がイ、4がウ、エイ、アです。ウ、エイ、アよし、じゃあカッコ2番、これも記述です。これ何のやつですか？儒教とかね、宗教だよ。新しい仏教が人々に受け入れられ広まっていった理由。これは一つのことを、これできた人もいるかな、一つのことをすればよく、なんか始まるのか、分かりやすい教えだったから、あの内容に関わらず教えだった。最後からっていうのはちゃんと教えてください。国語の問題でも社会の問題でも何でもそうだけど、理由は何ですかって聞きます。何なんだからっていう、からっていうのをちゃんとつけていきましょう、ね。じゃあカッコ3番は書院作りです。書院作り、院は院政の院、書院、病院の院、書院作り。カッコ4が絵です。え最後、絵が答える。一気に書いた。これ何やった？室町の特徴。いや、クリアなんて出てきてねえやん。浄土宗の影響を大きく受けてきた。じゃあ、今から次、地理の方の回答を言うので、歴史の人は間違った問題はちょっと復習をしましょう。なんかノートに書いたりとかしてもいいし、校内番号につけてもいいし、何でもいいです。歴史はちょっと休憩じゃなくて、じゃあ、地理いきます。一人しか分からない。で、四角にある。ヨーロッパ州は試験範囲なんかあるか。試験範囲。辞表がないことだから答えください。はい、じゃあ、ヨーロッパだ。と、問い1、アです。問い1、ア。トイレはフィヨルド、フィヨルドです。フィヨルド。全部していい。マジで？ちょっと歴史も入る。あ、歴史も入る？ちょっとだけ。もうなんか複雑すぎる。家族だね。フィヨルド。で、じゃあトイさんは国際河川です。国際河川。国際河川。なんか複数の国をまたいようとか言うの。国際河川。ちょっと暑い。問い4は2です。問い4は2です。問い5は、カッコ A が、カッコ A がイギリスで、なんでか A がイギリスで、B がフランス。で、C がスペイン。C スペイン。で、D がイタリア。で、E がギリシャ。国の名前。じゃあ、トイロック。トイロックは、あ、色が高いにも関わらず、気温が高い理由は、偏西風、偏西風が。偏西風が吹き、暖流が流れているから。で、カッコ7の、あ、ごめん、問い7のカッコ1は、西岸海洋低気候、カッコ1は、で、問い2、カッコ2は、地中海低気候。じゃあ問い8は
これひらがなやったもん。あ、うです。声八はひらがなのうが答えです。で、問い九は EU です。 EU、 これもいいですね。先生、ちょっと障害者もなんかですね、勉強してないんですよ。かわいい、かわいい、かわいい、そっさりかわいい、しかもなんか遅なんかちょっとかわいいかもしれない。じゃあ、どこまでだっけ。あ、で、問い十、問い十は東ヨーロッパです、東ヨーロッパ。問い11、カッコ1は、混合農業で、混合、新しい種です。混合農業です。で、カッコ2は、酪農、酪農、酪農です。酪農。で、カッコ3番が、地中海式農業。地中海式農業。あ、農業は中大臣の私よりかという意味。最後が、ここじゃない、問い中にはルール工業地域です。ルール工業地域カタカナです。じゃあ、地理の人もちょっと間違ったところは復習を始めて拾ってください。あ、これ答え、歴史の人は多分前回もらったと、前回がおらんもらったと思うので、あ、なんか欲しい人おったらまた言ってください。欲しいです。欲しいです。はい。答えない人、歴史で。持ってない人。持ってない。じゃあ全員に出します。じゃあ、ちょっと復習をしてください。マラソンは8分しか読めないし、文章問題なので基本読めば解けます。シー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 ファイチューファイチュー読んだことねっちゃう。しか読んどくない、今度します授業で。でも今日は、でも古文は単語の意味とか覚えてないと解けないので、人が、あの、ちょっと心の先生がいるんですけど、むっちゃ声が高い先生がいるんですけど、そこで怒りですね。あ、そろそろですね、しか試験範囲入れてるくせに、まだ入ってないんですよ。授業で文法もまだあと3時間くらいやりやつとか、あ、じゃそれまでずっと古文とか、古文とか、そうです、3時間くらい。いろはに褒めとも無駄なんですよ。清水先生、毎回私と同じような考え方かもしれないけど、文章がね、そんなに深くすることはないと思います。先生、ちょっとあの声が欲しいです。私も言って授業で多分しか一回もしたことないけど、あ、ちょっと先生、はい、あの試験範囲のなんかポイントとかあるじゃないですか。歴史的な扱いや漢文を覚えようとか、文章で出てきますよ的な雰囲気出してるんで、無形資格を考えてる。俺たち習ってねえし、どうするの。多分ギリギリになってするんやろって、3つはいったら。清水先生、本当に来るんだ。清水先生、あと2回やる。
鹿は今度木曜日か来週の火曜日します。火曜直前だけ。今日シリーズ先生来てね。ちょっとね、古文も気合入れたんで、アンチプリントをさっきね、あのアンチノートを作ってる人ってアンケート取ったけど、ちょっとしてない子も多いので、私これ中学校、高校の時にずっとノートに作りよって、それをあのなんかみんなに配ればいいんじゃんと思ったので、作りました。土日で。めっちゃ急にしたんだから。あーちゃんで、分かる人はどんどん書いてていいけど、できれば赤ペンかオレンジとかピンクとかの赤シートで消せるやつがいいで、今度これテストしようかなと思うので、これはみんなの暗記用で使ってください。全部赤ペン切るんですよ。全部赤ペンかオレンジかなんか消えそうなやつでね、あ、できればね、ボールペンが入ってる。あ、スマーカー、うん、スマーカーも欲しいけど、これね、めっちゃカッコがちっちゃいんよ。だけど、あの、細いペンとかやけど、太いあの、マーカーの裏についてお細いペンでも、そしてボールペンとかの方がいいと思います。頑張ってちっちゃく書いてください。読みながらいきます。全部いけます。で、分かる人は、もうどんどん先にあのペンで書いてもいいです。じゃあまず1枚目ね、今は難しいからでもこれ絶対暗記をしてください。多分書かせられる、全部は書かせられんと思うけど、カッコ抜きになるかもしれんので、いきますね。じゃあまず文章の方から。今は昔、竹取りの翁というものありけり、書いていきます。あれ漢字分かる人は書いていきます。今は昔、竹取りの翁というものありけりね。で、この竹取りの翁の横に名前は何ですかと書いてあるの。それは讃岐の宮津です。後で出てくる讃岐の宮津よし。で、というものありけりのいう風の横に現代仮名遣いで書きなさいってあるよね。これいうです。ちょっと過去が多いけん、多分ね、一個一個聞きよかんとわからんと思う。今は昔、竹取りの翁というものありけり、竹取りの翁は讃岐の宮津という名前です。で、その言う風の横に現代仮名遣いで書きなさいっていうのは言うよね。どうでしょう。で、今度下、言うものありけりのものの下にこう助動詞の助って書いておく字があるけど、これはその下に何がつきますかっていうのがあるけど、ですね、言うものがですか、竹取りの翁というものがいたですね。だけ訳の方も見てもらって、今ではもう昔のことだが、あとは竹取りの翁ね、竹取りの翁と呼ばれる人がいたです。だけ訳の方と古文の方のその序って書いてあるところはがっていう、ひらがなのがっていうのを書いておいてください。赤ペンリコさんがいいの。うん、赤ペンのがいいです。先生、赤ペンかけました。うちかそうか。貸してくれる人はどうぞ貸してくれて、貸してあげてください。貸そうとしたらこれも下がっていくもんね。完全にこれのゼラ。あれでどうする？あれのゼラ本当に。本当に来てないと。あ、そう。どうやってその松尾先生に言ったの、怒られるタイプ。誰か赤ペンもう一本持って。青ペンで。青ペンはちょっと危険けや。青シートも。赤ペン落としてほら、青シートは長くないってあるね。ちょっと熱帯用か。ちょっと確かに焦げてね。こんにちは、やべえ。あの、もういいな、うわっ。じゃあ、どこまでいったか、言うものありけりよね。その次いきます。野山に混じりで竹を通りつくよ。まず古文の方、野山に混じりて竹を取りつつ、でそこでちょっと止めます。で、野山に混じりての方見てもらって、誰が、誰が、これは野山に混じってって分け入ったのは誰か、竹取りの大きな、あ、間違えた、はい、誰がの部分は竹取りの大きなんです。野山に混じりての方ね。で、その下、野山に混じりての入ったのは誰ですかっていうのの下に何をするためってあるけど、これはいろいろなものを作るためです。いろいろなものを、カッコに入るのはいろいろなものを作る、ま
まで下に溜めたら大丈夫、わからなくなったら言って、ね、で、じゃあ次行きます。あ、役の方を見てもらって、野や山に分け入っての次、竹を取ってはいろいろなものを作ることにっていう本は同じやつで役の方、竹を取ってはの後はいろいろなものを作ることに、その後使っていた、いろいろなものを作ることに使っていた役の方ね。ここにいろいろなものを作るが入って、ここに使う、あ、違う、あ、ここさっき言ったね、竹取りの木だね、で、呼ばれる人がいた、ここは今言った、分からなくなったりとか書きすぎて分からなくなったり、ここは竹取りの木がいた、というものありけりね、野山に混じりた竹を取りつつ、よろずのことに使いけり、なおばさぬきの宮つこと、なむいける、これ読み方なんやけど、なむです、なむいける。まず古文の方だけ見てね、宮つこと、なむいける。でその次いきます。その竹の中に元光る竹、なむ、同じやつ、なむ一筋ありける。なんでありけるなのかっていうのは後で出てくるので、その竹の中に元光る竹、なん一筋ありける。怪しがりてよりてみるに、筒の中、筒の中、役の方にも答えがあります。筒の中光ったり、それを見れば三寸ばかりなる人、三寸ばかりなる人、糸美しゅうていたり、ここまで解けますかね、ここまで書いたらちょっと、ね、まあ一筋ありけるの方はちょっと消します。今度日本語訳の方、訳って上に書いてって、なんか四角い鍵括弧みたいなのが取ってあるやつがあるんだけど、上にこうやって訳って書いてあって、ちょっと本当はボールペン細いんですか、細くちゃんと分かるように書いて、こうやって囲ってある部分が訳です。
ここ読みます。今ではもう昔のことだが、竹取りの翁と呼ばれる人がいたよね。で、野や山に分け入って、分け入って竹を取っては、いろいろなものを作る。これさっき言ったけど、いろいろなものを作る。ことに使っていた。ね。で、その次いきます。名前をさぬきの宮津子と言った。ここまでいい。じゃあ真ん中のその竹の中にの部分を置き換えてます。ある日のこと、その竹、その竹林、竹林の中に根元の光る竹が一本あった。その後、不思議に思って、不思議に思って、怪しがりてっていうところね、不思議に思って、その次の行いきます。不思議に思って近寄ってみると、筒の中が「序」って書いてあると。これね、これ「序」っていうマークがついておるのは、これ「序動詞」っていう意味です。これが「筒の中が光っている」「光っている」で、その後、それを見ると背丈三寸ほどの人がまことに大層を可愛らしい様子。最後可愛らしいね。あ、最後じゃなかった。可愛らしい様子で、一番最後が座っていた。座っていた。ここまでわからん人おらん。竹を取ってはいろいろなものを作る。いろいろなものを作る。入らんかったら2行で書いてみる。ことに使っていた、うん、で古文のとこと現代語訳はそこまでですね。じゃあみんなに全部書いてもらったので、まずもう一回最初に戻ってもらって、今は昔、竹取りの翁というものありですとこを見てください。で、そこの竹取りの翁の横、さっき言ったけど、名前は何ですかっていうのは、さぬきの宮津子よね。さぬきの宮津子。で、現代語訳というもの、二風の横の現代語訳は言うよね。で、その下、言うものがですか、これも助動詞マークがついておるけん、助動詞を入れなさいって言われたら、がを入れます。じゃあ下、野山に混じりて竹を取りつつ、よろずのことに使いけりの部分をちょっと見てください。野山に混じりての横、誰がって書いてあるのは竹取りの翁なんですね。竹取りの翁なんで、何をするためっていうのはここにも書いておるけど、いろいろなものを作るためです。めっちゃ狭いけど頑張って書いてる。いろいろなものを作るために野山に入るわね。狭いけん鍵に使おうって、ね、じゃあ次2行目の方に行きます。竹を取りつつ、よろずのことに使いけりのよろず。よろずのところの現代語訳はすみてんてんです。すみてんてん、よろず、このいろんなとこですね。で、その下、使いけりのとこ、あ、使いけ、これマーカーを引いてください。使いけりのけりの横に何々していたあたり、使いけりのけり、何々していたとか何々したっていう過去の意味です。みんなにちょっと国語の授業のノート見せてほしかったんやけど、もし持ってきとったら後でちょっと見せてください。今日持ってきてなかったら別にいいんだけど、こういう多分文法も習ってると思うので、こういうのを覚えて訳もできるようになってください。じゃあそこマーカーつけたら、次いきます。なおば、なおばさぬきの宮津子と何に行けるのとこ見てください。で、ずっと言って、なおばさぬきの宮津子と何むのところに並々線があって、いいけるのけるに結びついてるね。そこ、なむとけるのとこはマーカーを引いとってください。
ラムとケル。お腹を引いて、お下にナンナの法則ってある。これかかり結びです。かかり結びの法則。法則なくてもいいよ。かかり結びと言います。じゃあその横。だってイーケルってあって、そこに現代語訳で書き換えてる。びっくりした。ごめんなさい。そう、現代語訳で書きなさいってあるけん、これはイーケル。ここまで分からん人おらん。大丈夫。よし、じゃあ次、その竹の中にのとこ行きます。その竹の中に、もっと光る竹な一筋ありけるの、もっと光る竹な、もっと光る竹のところ、もっと光る竹、あ、竹筋が違う、竹っていうところの横に、これを見つけた沖縄はどうしましたか、古文中から抜き出せとかあるよね。それは怪しがりで寄りてみるです。長い剣、ちっちゃくない怪しがりて、よりて、見るまで。最後の2はいいです。怪しがりて、よりて、見る。もっと光るだけなんというかね。で、また下にそのナムのとこに矢印が引っ張ってあって、こうか、あ、なんか違う。で、ありけるまで続いておいて、ありけるここもかかり結びです。かかり結びの法則、ナムがあるけん、最後ありけるになりますよ。かかり結びかな。じゃあ、ずっと下行って、怪しがりて寄りてみるに、筒の中光りたりっていう文のところを見てください。で、怪しがりてって意味はって書いてあるけど、さっき訳でしてもらったけん、そこはもういいです。不思議に思ってっていう意味ね。じゃあ次、怪しがりて寄りてみるにの、寄りてみるにの横。誰がって書いてあるけど、これ竹取りの沖縄。近寄ってみたのは誰か、竹取りの沖縄です。怪しがりて寄りてみるにの、寄りてみるの横。誰がって書いてあるけど、竹取りの沖縄です。これ4字でって書いてある、ね、4文字で書いてくださいってあるけど、書いてなかったら讃岐の宮津港とか沖縄って書いてもいいです。じゃあその次、寄りてみるに筒の中光りたりの、光りたりはさっき意味書いてもらったけん、意味はっていう方がいいです。このマーカーを引いてください。光りたり、筒の中光りたり、たりは何々しているっていう意味、存続っていうんですけど、なんなんしているっていう意味です。だから役も光っているという意味になります。なんなんしていたっていう意味もあるけど、完了っていう意味。じゃあ次いきます。それを見れば三寸ばかりなる人、糸を尽くしゅうていたりのとこを見てください、最後まで、ね。で、そのそれっていうところ、それを見ればのそれ、これ何かっていうと筒の中です。筒の中、3文字で書いてくださいって書いてるけど、筒の中を見れば、その見ればのとこ、誰がってあるね。見たのは誰ですか。これすごいけど、竹取りの沖縄です。竹取りのが、その筒の中を見ました。じゃあ次の行いきます。三寸ばかりなる人、糸を尽くしゅうていたりの、三寸ばかりなる人の横にどこにいたのかって言ったら、三寸ばかりなる人の横、どこにっていうのはさっきと一緒で筒の中です。
その中にいました。あ、ここ答えからすると。その後、糸を美しゅうていたりの美しゅう。言うて。ここ現代仮名遣いにしなさいっていうのが、美しゅうて。しゅうて。糸を美しゅうていたり。現代仮名遣いにしなさいっていうのは、美しゅうて。で、一番最後、イタリーのかわいらしい様子で座っていたっていう人を見た、美しゅうていたり。意味はってあるけど、これさっきの座っていたっていう意味の方は、座っていたってちょっと下に書いておいてください。これよく聞かれるけん、多分2回カッコにしてしまったんやけど、座っていた。で、現代仮名遣いにしなさいっていうのは、ひらがなのイにするだけやね。いたり。意味は座っていた。現代仮名遣いはいたり。じゃあ、マーカーサイド出してください。マーカー。マーカー出して、このいたりのたりのこのマーカーをつけて、ここ意味書いてあるけど、官僚、官僚とかさっき出てきた存続っていう意味で、何なんしていたとか、何なんしているっていう意味なのは、今回は何なんしていたの方を使ってるだけなんだけど、これをちょっと書いておいてください。ここまで、で、あの子ね。最後のイタリーの最後。あと、溶けてないところないですか？じゃあ、その次、その次、竹取物語の成立は平安時代ですね、平安時代。で、特徴、これ覚えさせられますか？現存する最古の物語です。作者は不明やけん、作者は多分ね、出てきてないと思うんですけど、竹取物語は現今存在している物語の中で一番古いものです。だから過去に入るのは現存する最古の物語。よし、じゃあ、ちょっと単語は、後でこれ答えとかあるけど、単語はちょっと飛ばして。やってますね。これ最初からコピーしてるかも。これちょっと今からコピーを答えしてくるので、後でみんなに打ち打ちしてもらいます。だけちょっとなんか復習をしよってください。全国大会。
仲間東に帰っていいですか、第二集落校から。ここじゃない。でももう仲間東に帰っちゃうから、青森山田が戻るだけにしたら、なんか希望が来た。かかちゅうまで仲間東に帰ってつまらないのかな。さて、どうかなって看板グリルもなくなるわ。あれ？あ、くなくなった。3年前、2年前最後の1個は一昨年の、これが食べる。その1年前、この2年前今これが食べる。今なんですよ、今は言えないしダンスですか。まあ、次が何か伝わっていらねえよ。次こいつ青森山田の手が上がった準優勝か。絶対いらない。一番で、ちょっと違う感じ。で、一番ね、激戦区っていうのは愛知県。これは県。諸線が県大会で、県が一つもしてない。やっぱり九州大会の県大会で一チームとして。新人戦も来るし、個人も来るし、シード権とか、何でもないから、第一話、ちょっとごめんなさい。前のデータ、行き前にやめた。愛知工業大学に行ってたのは、愛知のと全部は愛工ベースとか。まず裏表に印刷しとうけど、1枚目と2枚目、ここで一番左下に丸1、丸2ってあるけん、ちょっと見てください。それを今配ったので、あの家で時間がある時とかに先を書いてサンスクリートにして使ってください。で最後3枚目配ります。これ丸三番です。一番最後のページだから。一番最後、あの煙がどんどん多分授業で全然こっちはそれないので。14時って出たいか。よし。じゃあこれ丸一番は今度テストします。ちょっと解説今度はちゃんとテストします。今日もともとテストなので、アンキプリントのこれはね、ちょっといいですよ。丸一番だけに、丸一番そのなんて高千の沖などようなリケルのとこから、そうそうそう、からここまで出します。ここ単語のとこね、だけ単語のとこまでちゃんと書いておく。はい、ここは今度何日、12日木曜日にテストをします。いいね。丸一番は覚えとった方がいいよ。あの絶対書かせられると思うので。よし、じゃあごめんちょっと過ぎたけど、前半終わります。はい、来て、はい、ありがとうございました。ちょっと